薬病や生物兵器などによる破滅フィクションの中にゾンビもしばしば登場するゾンビによる世界の終末とは SF やホラーなどのフィクション作品に見られるいわゆる終末者と呼ばれる筋書きの一種とされるここで扱うのはゾンビによる終末者すなわち人類に敵対的なゾンビが広範囲に出現し文明がその脅威にさらされるというシナリオである 多くの場合、ゾンビに攻撃されたものもゾンビ化するため、数量は指数関数的に拡大していき、通常の軍事組織や治安維持組織が持つ相当能力を圧倒する。大発生が伝染病のように発生した結果、文明社会は孤立した、わずかな生存者を残す程度にまで一挙に崩壊する。ゾンビ同士での共食いは発生せず、 何らかの理由で無限あるいはそれに近い長時間、食事を取らずとも行動し続けるため、時間による解決も望めない。この突然の四面疎下の状況下で、生存者たちは、食料や必需品を求めて知恵を絞りつつ、人類の命運をかけて奮闘することとなる。ゾンビによる世界の終末を描いた作品には、 いくつか共通の設定が見られる。最悪を弱気するのは、これまでに知られていない、新世代のゾンビである。このため、同種の事態の洗礼がなく、合理的なアプローチを立てることができない。ゾンビに傷つけられた者も,もゾンビ化し、共に人間を襲う。後に生き延びることになるものも、敵に対面して、対応を余儀なくされるまでは事態を飲み込めず、信じようとしない。当初、 当局はその情報を信じず、その間に、ゾンビはもはや処置が不可能なほど蔓延する。こうなるとゾンビは、いかなる既存の科学技術を投入しても対処できず、舞台となった社会は滅亡の淵へ追いやられる。そして、世界は、完全に、ゾンビの支配下に入り、少数の生存者はそのただ中で生き残りをかけた、戦いを強いられ、仲間割れや、 一見対立を引き起こすこととなる。物語は、通常、最悪の過中に放り込まれた、少数の生存者グループの成り行きを中心に捉える。最初に、ゾンビ発生の様子を描き、当局への支援要請と、その敗退、そして一挙に訪れる破局、これに続く残存者らの生き残りへの戦い、といった展開をたどるものが多い。破滅に直面した。 登場人物らがいかなる反応を示し、非常事態の中でその人格が、どのように変貌するかに焦点を当てるのが、典型的である。多くの場合、登場人物らは、通常の生活よりも、恐怖や自己防衛本能といった、より原始的な動機に行動を支配されるようになる。元凶となるゾンビはゆっくりと動き回るものが多い。これは、映画。 ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドで最初に広く知られたゾンビ像である。近年は伝統的なゾンビよりも強人かつ貧瘍なゾンビを描くものも現れている。大抵のゾンビによる終末者を通じて語られるのは文明は真の脅威の前では根本的に脆弱であり、いかなる代償を払ってもほとんどの個人は善なる存在の恩恵に預かることができない。 という世界観である。こうした物語は、この分野の講師となった映画、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドが制作された1960年代の不安定な世相に深く関わっていると指摘される。また、監修や読者は、自らが抱える、世界の終末への不安を対象化する手がかりとして、こうした物語を享受することもできる。 現代社会のありように疑問を持つ悲観主義の人々に、とっては、鎮圧不可能なゾンビによる終末は、死の欲動を満たし、自然状態への回帰を早期させる。ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド以降、ゾンビの侵襲による社会の崩壊という主題を扱った、ゾンビ関連作品は膨大な数に上る。キム・パフレン・ロスは、いかなるモンスターに増してゾンビは完全かつ文字通りに、 目視的である彼らは我々がそれぞれ予期している通りの世界の終わりを告げてくれるのだと述べている多数の映画作品やビデオゲームを背景に来たるべきゾンビアポカリプスに備えるべくマニアが武器の制作あるいはゾンビ大量発生時のサバイバルについての啓蒙ポスター販売などを行っているメリーランド州バルティモアのガウチャー大学ではマニア学生によって 人間 VS ゾンビという一種の鬼ごっこが発案、実施された。これは、生き残りチームが、ガングの銃、ナーフで武装して、ゾンビチームと対決するものであったが、2007年の、バージニア高下大学乱射事件や2008年の北、イリノイ大学乱射事件の関連により、銃器の危険性を軽視する兆候であると、指摘されている。 特徴的なものを一部以下に列挙する。ありがとうございます。